ノットノットが3000万のポルシェだから。あ、わかる。一式。はい、あの岩国と広島の方に。今治、僕は今治、うん、今なステラの5000の、はい、これ1個だけあったんじゃ、うん、でも多分あれは2台買うといいと思う。あ、そうなんですか。だから2本セットいるから1個ワンランク下げてでも2本いるよって俺は指導しようんだけど、はいはい、ちょっと本人どこ行ったかな。俺が買って俺はそれを、はい、まあ、ステラぐらいは使うけど。今どこ行った？あれ？差を見ときます、ね。うん。うん。ちょっとリールをさっき決めさそうかと思って。今あのよ詳しい人を呼んだから。リールがな1個だ、はい、1個しかないんよ。これはこれでもう決める？はい、これでいいです。軽い方、ちょっとまあ、はい、どこ行ったかな、店員ロッド見てくれるんじゃ。2本買う？どうするかなと思う。ワンランク下げても2本持った方がいいよって言ったところなんだけど、うん、ツインパワーとこれにするとか。リール？いや、ロッド2本買うんだろうな、これ。リールも2本してロッド2本いらへんけど。いや、それ いずれはいるじゃろ。まあ、最初は、まあ今日は一歩でいいか。これはちょっとキープ、はい、ロッドビーコン。これ円8高いよ、8万円。あ、大丈夫ですよ。俺のは零零勇気を出さんと買えんのだけど。とりあえずステラをお買い上げることになりましたから。はい、ありがとうございます。ロッドもう今日は一本で。はい。あの。僕はビモリンだからシマノのタイプ J を使うんだけど、はい、1番使うにはちょっと柔らかいんやな。あ、マジですか。 80g のジグを投ぐ思ったら、あ、ちょっと、いや欲しいのはオシアが欲しいんだけど、はい、僕見てよ、はい、ロッド分からないんで選んでもらえたら、そんなこと言わず一応見てくれ、これにしろ。すぐすぐ。あ、そうか。TG ランナーな、いまいちな、エビになるからやっぱり人気ないみたい。TG ランナー。うん、評判あんまり良くねえな、やっぱりな。あ、それはいいけど、シマノのはいいけど。ああ、スタートが。おすすめどれ？もう決めて。2番ぐらいにしとこう、そんな。タイラワンも2本いるよ。うん、タイラワンは比較的にはその折れたり落としたりことがあんまりないけど、ジグは切られるから、うん、パッとそのトップウォーターとかでパッ次パッと投げたいときにどうしても予備を持っとかんと、うん、な。そうですね、2本あった方が安心ですね。タイラワン1本でもいいけどな、うん、ジギングはなどうしてもなトラブったりしたらな、B がリーダー飛んだらもう結びより暇やこねえからな、地合いが。それで1個にトップウォーターつけてくれたら、なおら投げに。うん、いやどうしても2本いるんよな。でもそんなこと言うたら、なんぼお金があっても足りんからな。本当はこっちは2本いる。タイラバはな、1本でもいいんだろうな。まあ、よく言えばこのサワラのやつ、タスティングとパーチカル用で6フィートと7フィートあればいいですね。理想じゃな。うん、7フィートの方が投げるのが、これですかね、フルソリッドのライトジグ、でも4万円です。俺が1万8000円のサウナ、これ20から100までいく。ちょっと見せて。あ、フルソリッドだな、これフルソリッドです、はい、そうですね、針はある方です。でもまあかけてからめっちゃ、まあチューブに比べたらやっぱ曲がるんで、曲がるサウナ。ああ、うん、いいな、俺が欲しいよ。新しい出たやつ。これはわしらのはな、軽用じゃからな。これはベンツだから。これ何番？これで。これで0番。0番。65の0番。でも100グラムあります。
あ、本当。はい。なもこれでいいが。うん、じゃあこれで。おっしゃ。はい。おっしゃ。それで。はい。あとは。リーダーとか。リーダー。リーダー。じゃあ、リーダー。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 僕の買い物じゃないんだから。12号まではいらんすね。7号と8号あれば十分ですね。そんなん、ああ、35ポンドね。よいしょ。プロカード30ポンド8号。これでいきます。これでいきます。1.5 号。いいやつ、伊藤。これはいいやつ。僕も愛用してます。バリバス。はい。はい。かけ。はい。コーティングも強くて、白 のマーキングドットがないんで、針外し持っとる？持てねえよな。フライヤー。いや、あれ、取れたのって、このあれは持っとるか。スプリットリングのあれは持っとるか、ペンチは。フライヤー。スプリットリングは持ってないですね。持ってねえな。スプリットリングだったらこういうやつね。ひねる短いのがクリッとなるよな。今持ってますね。さっきからなってるこういうふうに。なってます、なってます。あ、本当？今度は持ってます。こんなん大丈夫です。あと、針外し、あれ、俺はあれ使えるんだけど、こういうやつですか。こういうやつか。これじゃなくて、ジギングの持つやつですか。違う、針外すもん。針外したやつ、これでできます。さっきのやつでできます。いや、これだけ触らない、こう危ねえから、長いやつがあるわ。あれよ、高いやつよ。2万ぐらいする。いや、あれの2万円と8千円両方あるね。ハイラボでも使えるから、針外し。前はあの辺吊るしてあったね。あ、そうそう、今こっちなんですよ。そう。あった、これだ、ここにあるやつだ。ちょっと、それで。あ、いいとこ。これでございます。アームのとか、こういうガッツリこれと、こういうやつか。要するに、こう針を外してくって抜くんよ。平場でも使えるから、うん、僕はこれはよう買いませんけど、僕はこれだけど、やっぱ安物はダメなんよ。平場なんかでも針が3本あるが、ちょっと待って、ちょっと違う針がかかったらもう釣りにならんからな。ジギングなんか大きいから針が。プライヤーみたいなやつで外すか、こういうスティックタイプでこう外すか。でズボッと飲み込んどったらな、長くないと外せれんのよ。サワラの歯とか。これ買っとけよ。こっち高いわ。あればもうアーモのハマチブリカンパチでもいける。これで。はい。よかわね。ほんとジグ行こうか。ジグいっぱい。ジグいっぱい。はい、買い物買わせた。2倍だよ、これ。押しや。今もうシャゴシブレードジグでまとめとんで、うん、まあ、タングステンの鉛があるんですよ。はい、30、45、60、80、はい、4本ずつ。タングステンもいくらかじゃあ持っていきましょうか。いや、もうそれ30から80までいるよ、それ。各色。赤金と、それとこのタイプやな。どれですか、これですか。これ、こいつ、こいつ。あ、これ取りました。これ。あ、シルバー。シルバーの。32、60、80。もう一色いこうか、これ。しかも、キャスティングのガイドのでかいやつに投げる。バッターなんて、ガイドちっちゃいんですよ。だ抜けが悪くて、みんな確かにエアノットしちゃって。ピンクグローとかね。ピンクグロー、光ります。これでいい。はい。これで使えばいい。針。最近な、2本つけるのが流行ったんだけど、どうなの、どう思う、あれ。こうつける。まあ、好みです。ちょっと今度やって、今度やってみようかなと思います。バレるかな。シルバー。M のシルバー。これか。これか。これだったら、こっちか。M サイズのこの辺だ。針の研ぐ砥石。砥石持ってる？砥石持ってないです。針を研ぐ。まあ、この第一成功のやつだったらね。まあ、全部セットになってるんですけど、このピンとこれが、これがそピンは曲がった時直すの。いや、これは多分糸をお祭りした時の糸絡みとか、あ、まあ、なんかあった時に、これでシュッシュッと研ぐな。はい、こういう針は了解です。ジグケース、ジグケース、いっぱい入るやつ。今は少ないけど、いずれはだんだん増えてくるから。こういう部屋が分かれるんだよ。これ、まあ、両面テープ、ちょっと今動いてるんですけど、止めてもらったら、こっちジグして、こっちに針をつけた。ああ、なるほど。うん、あ、そうそう。ボールベアリングスナップ。この辺。僕、あれ使えるよ。これじゃのって、ステンレスの、船長にはダメ言われるんだけど、うん、でも、どんどん変えるから、
これ強度ないかな。強度ありますよ。あるよな、これ、うん、これでいいよなと思うんだけど。これクロススナップなんで、スナップの中では一番強度がある。うん。だけどちょっと断着がしにくい。断着なんだ。あのジグの取り外しちょっと。ああ、クロス。2か1ぐらいですね。2でこれ、ね。あとリールのグリスこう取る？シマの。グリスあります。こうタップちょっと。あの目がかり外す。グッドバンプラスティック。はい。どこ辺の。ちょっと高いですけど、まあノット締めたりするのに使うこういうやつかっけ。要するにビーが太いから巻いてパシッと切るの。あれな、素手で巻くじゃろ。指飛ぶシュッ。へえ、わかる。ビーを巻いて糸が太いから、はい、それを持ってやったらいや、それ、これでいいですよ。これでいいですよ。それ中にあの収納してあって、これ緩めたら 2個になります。わかります。こっちが太いやつとこっちの中にまだ芯が入ってますよ。これ、このキャップ緩めたら2個になる。高級なもん高くないよ、俺は。プラスチックのこんな、プラスチックのこんなやつがあるか、俺が思ったことは。わかるよ。手袋の部分で巻いときゃまだいいんだけど、ここに3本出とるが、あれちょっと引っかかっとって、船がシュッと走らたりしたらもう目も当てられん。締めナイフ、持っとる？魚締めるナイフは。ナイフ買わないけん。魚締めるのわかる。こう、グッと。タイでも、船長が締めてくれんときあるから。ハサミは持っとるな。ハサミないです。え、ちっちゃいピーの切れるハサミ持ってない。あ、これを持った方がいいよ。爪切りをつけるやつ。まあ、どっちでも。要するにここにつけておくよ。大体パチッとすぐ切るよ。いつもここにつけておくよ。ライフジャケットとかにつけておいて。つけておいて。伸びるんですよ、ここが。で、ちょっと絡んだりしたら、パンとすぐ切る。現場で。立ったまま、いちいち道具ケースに歩いていけない場合があるが。で、自分のピー、人のピー切っちゃいけんね。自分のリーダーを切って人のピーを助ける。もしくは相手に確認して相手のリーダーを切ってもいいかって切ってもいいかだからピー切ったらダメだろ。値段言わないんだもん。これがいい。糸はそっか、島の高いですけど何がいいかって言ったら樹脂なんですよ。ここも樹脂なんですけど、落としたら割れるんですけど、こっちだったら金具部分錆びるんですよ。金属なんで。そう、錆びてな、うん、動かない。戻らないようになるよ。わしはこれしか使わんけど、ピーが切るハサミ、ピー切れるハサミはこんなんです。まあそれとも全然切れますね。そうです。こういうハサミ持ってるんだな。もう買わない。これでいい。まあどうでもいいな。消耗品。それとここにつけてタオルをつけとくんよ。ぶら下げとくんよ。あ、今日もつけてるから。こちらでどうですか。あ、いいえ、これで。これと、あの竿立て、名宝の。ああ。何色？オレンジ、赤。これ大きいジギ色と刺さらんが、ちっちゃいこっちじゃ。あ、そう、刺さない。はい。だったらこっちの方がいい。でかい方がいい。なんか台は小かねるから。今何色溶けたかな。黒つけた。黒です。はい。今何色溶けたかな。あと、リクリングごと。でも理由のハンドルがどうかなと思って。ハンドル。あれ買い替えた方がいいと思うんだけど。ステラのこれどんなハンドル。でもこれだ。違う。これだったらでもあのラウンドの丸型ノブなんで、また握りやすいですね。でも大体変えとるよな。まあ僕も変えてます。うん、リブレの。リブレのハンドルをつけるの。まあ車でいうと鉄のホイールをつけちゃう。アルミホイールに変えますかいこと。ああ、イメージ分かる。僕も変えとるけど、僕のさっきの赤かったろ。あとハンドルの長さが純正短いの、ね、長くして楽に巻くって感じですかね。イメージとしては右利きだろ。右利き。ああ、ちょっと右にして、はい。でこれもすぐ変えれるんで。これスタンドはつかんの。スタンドはつきますけど、今在庫がちょっと見てますね。スタンドがいるで、やっぱりいいリブレは。リブレのハンドルが。ちょっと長いね、やな。そうですね。わかんないですよ。それはこれ回してみようか。長さの感じ。巻きが重いですか。それはもう。ああ、直径が小さい。うん、で、こっちへつけとかんと、魚釣れたらただリール掘り投げるから、すぐ取り。掘り投げ。普通は掘り投げ。掘り投げんけど、こうとかカタンと折ったらさ、こう、なん、どこに傷があるか、ここに傷入るのが一番悪いの。ここら辺の、ここことかが。あ、リール。うん、まあ、アルミホイル。全然違うんですか。違う。この、これ2万5千円がするんだけど、これもな。これだ。2万2千円。おー、本当っすね。うん。軽いですね。軽いし。
こいいですね、これは正直なところ分かった、かっこよさです。全然違う。俺力が入りやすい。大きいもの使った時が全然違う。これは違い分かる。分かる。スタンドはリールの色と同じ。ほぼ一緒。ここに針をかけて置いとく。ジグつけてこういう状態で。ガイドにつけたら傷が入るよ。ジグを針上げてるときに上げてここにピッとつけとく。そういう役目なんですよ、これはね。で、折った時スタンドでここに傷が入ったらもう買いにはいけんかな、これ。こんな宝くじで渡ってこういう買い物したいわ、俺も。スプリットリングとかを買うようになる。5万、15万もっと行くと思うんだよな。リブレのハンドルとかを20万は行くと思うんだよな。じゃあいっぺんなジグをリーダーを結ぶのを教えてあげる、とりあえず。もう現場の船で結ぶのが大変だから、秋場に結んでくる。絶対次切られるよ、サワラも絶対切れる。まあ寝掛かりもするけど、はい、ちょっといっぺん指導した方がいいと思う。まあ俺今日道具箱積んどるから、こうくるくるやろうよ。支援までね。リーダー結んでくれよ。あ、結ばんで練習するから、この後。おめえ、リーダー結び、まだ覚えれんから、ちょっと押し。おめえ、大丈夫してるじゃないか。これだけがまだ入ってなかったみたいな。買った。俺もこれぐらい買い物したいわ。